皆様こんにちは、ユニバーサルコインの西村でございます。今日は相続の話をしていきたいと思います。特にこの相続税というこの税金のことについて、非常に皆さんお悩みになられている方も多くいらっしゃいますし、そして相続税対策をということで、資産家の皆さんはほとんどの方々がやられている対策の一つだと思うんですが、私このアンティコインというものを10年間扱っている中で、さまざまなお客様から具体的に赤裸々にどういう対策をしていますよということをお話を伺っているんですけれども、そして相続税に強い税理士の方と一緒にセミナーもやったりとかですね、さまざまな情報共有というものを皆さんとさせていただきました。なんですが、私も含めて、私は子供が日本にいないので、ほとんど関係ないところなんですけれども、皆さん本当に相続税対策をきちんとやられているという方が多いんですけれども、舐めない方がいいよという話を今日この一般の YouTube なので言える範囲の中で言っていきたいと思います。大変恐縮ですけれども、本当にこの YouTube というものは一般の公開ができる拡散機能があるものですから、誰が見てるか分かりません。なので特にこの税関係というものは非常にセンシティブなので、具体的な内容をお聞きになりたい方は有料会員制度がありますが、有料会員になっていただくなり、もしくは9月24日のセミナーを聞いていただくなりということでお聞きいただければと思います。何なのか結論を言います。相続税というものの範囲であり、その対象となるものというものは基本的に決められていないということなんです。そう、ここ非常にファジーなんですよ。相続税というものは、お亡くなりになった方がその当時持っていた資産というものをきちんと申告をして、その申告をされた資産に対して国税が、はい、相続税何パーセントですよということで、もらうものですよね。なので申告するのは皆さんなんですよ。その皆さんがどのように申告をされるかっていう話になっていった時にですね、今日お話をしたいポイントが2つあります。まず1つ目、相続税対策で一番皆さんがやられている対策の中に多いのは、おそらく不動産による相続税対策だと思います。で、この不動産による相続税対策というものをまず1つ、舐めない方がいいですよという話なんです。相続税対策でマンションを買っていますっていう方々、本当にそのマンションで相続税対策ができますか？いえいえ、税理士先生がそういうふうに言っていて、税理士先生が言っていたからこそ、もしくはマンションを売っている販売店の人がそういうふうにできますよっていうふうに言っていましたからっていうふうにほとんどの方は言うと思うんですよ。それ 100% ですか？皆さんは、もしくはその税理士は、もしくはその販売店の方は国税の担当者なんですか？っていうことなんですよ。ここにファジーだっていうことを言っている話の内容があるわけですね。で、これは別に不動産ではなかったとしてもそうなんです。舐めない方がいいよというふうに言っている内容、これ本当にギリギリで言いますよ、ギリギリで言いますけれども、結局、相続税というものは申告してちゃんと払わなきゃいけないんですよ。国税が言ったことを 100%、それを払わなきゃいけないんですよ。なので相続税対策というものはやってはいけないんですよ。ここがおそらく一般の方々、これは税理士を含めて一般の方々と国税側の、要は税務署側の担当者との、意見の相違というか、そのギャップがすごいんですよね。知ってましたか？相続税対策ってやっちゃいけないんですよ。やっちゃいけないっていうことではなくて、もしやったとしてもちゃんと申告しなさいねなんですよ。1億円の不動産を買いました。路線価を含めた相続としての対象の資産というものは8000万円でしたというふうに出たら、8000万円で申告しなきゃいけないんですよ。いやいやいや、西村君、そんなことはないよと。いや、マンションの販売店の人が、これはタワーマンションで上位の上の階になると、確かに購入額は1億円だった、その当時の資産額としては8000万円だったかもしれないけれども、節税効果が大きくて、タワーマンションで 上層階なので、本来だったら下層階のところだったらこれ3000万円の物件なんです、で対象となる資産となると2500万円なんです。なので1億円に対して2500万円で申告ができるから、7500万円も
相続税対象額が圧縮されるんですよねということを歌ってますよね。これで相続税対策をしたから2500万円で申告をしましたと言ったら、これは免税にはならないんですよ。これを知らない方が非常に多いんです。ここが分からなければ9月の24日のセミナーを聞いてください。私は税理士でもありませんから、税務のことについてこと細かくお話をすることは本来はできないんですけれども、なぜか私のお知り合いの方で税務署担当の方であったり、元国税の方であったりという方がたくさんいらっしゃるんですね。その方々に、いや一般の方々が本当に勘違いをされていることがあるんですよね、西山さんはちゃんと言ってくださいねっていうふうに言われているところも正直あるんです。元国税の方ですよ、元国税の方。そう、正しい知識をつけておかないと皆さん脱税行為をしているというふうに疑われてもおかしくないことになるんですよ、というような事例が今までにもここ最近この近年本当に多いですよね。半年1年ぐらいで一体何件出ましたかね。不動産節税で節税をしていたからこそ申告をしていたんだけれども、全くそれを 100% それを国税から拒否をされましたと、いうことが相当出ていますよね今。このポイントがあるんですよ。はい。で、私が相続税対策を含めてご自分の資産というものをどのようにポートフォリオで分散をさせるかというふうになっていったときに、やはり現物資産、まあ不動産ももちろん現物資産ではありますけれどもね、さまざまな現物資産があります。こういった絵画もね、どこにありますか。絵画も不動産です。ここにある縄文土器、まあこれはレプリカなんでこれ安いですけれども、まあこういったものも数百万円ぐらいはしますよね。数百万円ぐらいする現物資産というものをどのぐらい持っておけるか、まあ、今数百万って言いましたが、数百万じゃはっきり言って意味があんまりないんですよ。その辺のことについてもお話をしていきたいと思います。ちょっと長くなったので、この辺で1番目のトピックスに関してはちょっとこっちに置いておきたいと思うんですけれども、こういった相性のいい資産というものがありますから、もちろん私が持っているこういったものになるわけなんですけど、じゃあなんでなんですかっていうことはすいませんけども、セミナーの中だけでお話をしていきたいと思っています。2つ目、私が今まで聞いてきたお客様の中で、いやそれはちょっとひどいねというふうに言っていた内容があります。何かというと、お亡くなりになった方が大富豪家の方でした。担当の税理士が3人いらっしゃいます。3人の方々が資産をきちんと把握をされていて、毎年ちゃんと申告をしていた方なんですけれども、その申告をする相続税としての対象となる資産の申告の仕方が、こういった現物資産も含めてですね、すべて買い値、領収書を取ってあった買い値で申告したんですよ。わかりますよね、はい、アホかっていう話なんですよ。まあ、要はその方からすると、その担当の税理士に、まあ、騙されたという言葉が正しいかどうかは分かりませんけれども、まあしてやられたという話なんです。そうなので、その方はそれで、まあ、数億円というふうに言っておきますけれども、数億円損したわけですね。まあお金があるからいいじゃないかというふうに言われる方もあるかもしれませんけれども、ルールはルールですからね。資産というものは買い値が資産の価格ではないですよね。皆さんが買われた車、皆さんが着られている、例えば、まあ、いい服、例えばこれニットで今4万円ぐらいするニットなんですよ。でもですよ、これ買い値が4万円なので、売り値は一体いくらですか。私がボロボロにもう着てね、穴も開いてるようなこの服、一体いくらで誰が買いますかっていう話なんですよ。となると、おそらく数千円ですよね。質屋に持ってきゃこれ多分数百円だと思うんですよ。それが相続税対象となる時の資産の評価額、いわゆる時価評価額というものになるわけですよね。この現物資産というものは時価評価額というものは非常にファジーです。だからこそ別に隠してくださいねとか騙してくださいねと言ってるわけではなくて、そういった特性のあるものだからこそ、ちゃんとその特性を理解した上で、きちんと税理士に確認をした上で申告をしましょうねっていう話なんです。こういったことを知らない方が非常に多いなということを、私はこのアンティークコインを通じて実体験を伴っておりましたので、あえて今回こういった話をさせていただきました。まあほとんど言いたいこと言えてませんけどね。ただあまりにも知らない方が多いので、こういった話をさせていただきました。9
詳しくはセミナーの方でお伝えをさせていただければと思います。今日も最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。